はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍されている方、もしくは昔活躍してきた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、大学院卒業してから新卒で開発コンサルティング会社に勤められている沖田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最初ざっくりなんですけど、はい、沖田さんの自己紹介いただいてもよろしいですか？わかりました、沖田と申します。はい、大学院卒業してそのまま開発コンサルティング企業に就職してですね、で今3年目の状況です。なるほど。 JICA とか国交省とか外務省とか、いわゆる公共セクターの案件に従事しているような、なるほど、まあ、そういった経験です。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ深掘りさせていただきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、新卒で開発コンサルティング会社に勤められるじゃないですか。はい、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか？はい、高校まで海外に行く機会はなかったんですけど、うん、あ、そうなんですね。大学1年生の時ですかね、はい、夏休みに友人とアジアに旅行してみたりして、うん、海外面白いなと思った経験があって、うん、はい、そこから一人で旅行しに行ったりとかして、うん、途上国に行くといろんな問題があるとか、はい、社会課題ってこんなにたくさんあるんだなと思って、そういうところに解決に貢献できるような仕事がしたいなと思うようになったのがきっかけです。なるほど。大学生の時に行かれたってことですよね？そうですね。大学何年生の時に？大学1年生の夏の時。あ、でも結構早いですね。はい、そうですね、はい、実際じゃあアジアに行かれたんですかね？アジアですね。最初に行ったのがタイと、はい、カンボジアとベトナムの3カ国ですね。実際どれくらいの期間に行かれてらっしゃったんですか？2週間もないくらいだったと思います。え、じゃあタイ、カンボジアとかって、はい、普通に陸路で横断できるような感じなんですか？できるんですけど、その時もパッケージツアーで行ったの で、 そうなんです、ね、もう完全にフライトで旅行会社のパッケージに乗ってっていうのが。え、実際どうでした？2週間3カ国行くわけじゃないですか、はい、疲れませんでした？結構カツカツだったなって今思うとね。そう、あ、そうですね、はい、実際そこで社会課題とか日本の国以外のところを見るわけじゃないですか、はい、実際どう思いました最初？やっぱりその当時のタイとかってあんまり発展してるわけではなくて、夜道を歩くとちょっと薄暗いですし、インフラも全然整ってないですし、人が生きる環境が日本よりもちょっと遅れてるなっていう感覚はありました、その時。なるほど。自分がこれやりたいっていうところは、はい、その時に漠然と考えてました？これやりたいって分野みたいのはあまりイメージはしてなかったんですけど、なんとなく海外の途上国の支援になることがやりたいなと思ったりました。なるほど、そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあそれで大学1年生の時に戻ってくるじゃないですか、はい、その後も海外とか途上国に行く機会って多かったんですか？途上国に行く機会は旅行で行くことはあったんですけど、ボランティアとかを特にしているわけではなくて、でもゼミの合宿で行ったり、はい、あとはインドネシアに留学したので、うん、そういうところで開発途上国に行く機会は多かったです。なるほど。実際じゃあ大学生の時は何学部だったんですか？はい、経済学部です。あ、じゃあ経済学部でゼミで途上国に行く機会もあったってことですか？そうですね、はい、そうなんだ。ついていたゼミの先生が、はい、ASEAN 地域での公共政策とかを環境経済とかっていう視点から研究しているような先生だったので。あ、そうなんですね、はい、経済学でも途上国アプローチみたいなのはあるんですね、はい、ゼミとして。あ、もちろんありますね、はい、開発経済だとか環境経済とかっていうと、はいはい、割と途上国が視野に入ってくるっていう感じ。あ、そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあゼミで行ったりだとか、はい、インドネシア留学っておっしゃいました？はい、インドネシアに1年留学して。あ、そうですね。それって学校のプログラムでですか、はい、それとも休学されて？それは1年間休学して、当時インドネシアの教育文化省が支出している奨学金制度があって、はいはい、それに応募していきました。あ、そうなんだ、はい、日本の国がやってる奨学金制度ではなく、はい、インドネシアが提供している奨学金制度に応募していったってことですか？そうですえ、それどうやって調べたんですか？それはたまたま学部の時に在日本インドネシア大使館の方が講演に来てくださって、うん、で、その授業で行ったみたいな。そうですね、はい、でその時にこういう奨学金制度がありますよっていうのを広報していたので、はい、あ、すごい、はい、それにアプライした。実際それってアプライされる方って結構多いんですか？はい、かなり少なかったと思います多分。はい、その奨学金制度は1年間とか2年間の期間を資金っていうのを無償、もしくは何割負担みたいな形でやるみたいな感じですね、はい、1年間で。その当時は私がいた地域では一月に大体日本円で言うと2万円弱くらいしか出ないんですけど、それでビザの手続きとか全部やってくれるっていう、そういう制度です、はい、その制度自体が日本だけじゃなくて、インドネシアが大使館を持っている国、外交関係のある国全てに行っているので、割と外交的な意図の強い奨学金制度です。そうなんですね、はい、ちなみになんですけど行くじゃないですか、はい、1年留学っていうのは大学に留学する？大学です、はい、あ、そうなんですね、はい、で大学に留学するとして何を学べるんですか？はい、コースはいろ
ろいろ選べるんですけど。あ、そうなんですね。私が選択したのはインドネシア語とインドネシアの文化っていう、はい、なんか僕のイメージだと、はい、沖田さんすごい経済に強い方なんで、はいはい、経済を学んでるのかなと思ったんですけど、はい、そこは言語だったんですか。言語でしたね。それなんか理由あったんですか。理由は結構あって、そもそもインドネシアに留学しようっていう選択肢が出てきたのは、うん、大学学部3年生くらいの時で、その時でも開発の世界で働きたいなと思っていたので。あ、そうなんですね。そうすると就職じゃなくて一回マスターを取ろうっていう進路に進もうと思っていて、はいはいはい、そうした時にゼミの先生と話して、これから研究対象地をどこにするかっていうような話で、アセアの中だったらミャンマーかインドネシアとかはいいんじゃないっていう結論に至りましてですね、うん、でそこから大学院でフィールド調査をしっかりしましょうってなった時に、はい、現地の言葉を喋れないのは厳しいと、うんうんうん、じゃあ言語をしっかり学べるような環境に自分を置いた方がいいなという。なるほど、はい、じゃあマスターを将来的に取るっていうのは自分の中で決めてる、はい、そうです、はい、そのために対象地域を決めます、はい、まあ、でも対象地域で研究するにしても、はい、現地語を学ばないといけないんで、はい、休学してその1年間で語学をマスターしちゃおうと、はい、そうですね、はい、結構そういう感じでした。大学院進学と大学院での研究のために1年間留学しようっていう感じ。あ、そうなんですね、はい、実際どうでした1年間やってみて。行ってよかったなと思います、うん、自分の語学力の面もそうですし、はい、研究の視野も広がったので、まあ、そこはやっぱり行ってよかったなと思います。なるほど。もう少し聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、語学っていうところあるじゃないですか、はい、インドネシア語を学ぶわけですよね、はい、ただインドネシアの大学で学ぶわけだから、はいはい、日本語では教えられないですよね。そうですね、はい、なので基本的には英語ですかね、はい、英語でインドネシア語を学ぶ。そうでもなくて、周りにいる人たちがもうすでに自分の大学で留学来る前にインドネシア語を学んできている学生が多かったので、はい、結構インドネシア語でインドネシア語を学ぶみたいな厳しい環境が最初数ヶ月はありました。勉強されてらっしゃる。勉強は全くしてなかったので、インドネシアに最初に行った時は結構自国で、いやですよね、生活するのでも精一杯だったんですけど、はい、インドネシア語って基本的に結構簡単な言語なので、割と習得するのは半年間くらいがっつり勉強してれば、習得にはそこまで時間がかからなかったので、はい、なるほど、はい、じゃあ半年間ぐらいで慣れて、はいはい、そのもう半年でもう少しマスターしていくようなイメージなんですね。そうですね、うん、最初の半年でがっつり勉強して後半戦でマスターしつつ、うん、研究計画書とかも書かなきゃいけなかったので、そういうなんかインドネシアの社会状況とか社会課題とか全般を学んでいきながら、うんうん、研究計画書を整えていくみたいな時間の使い方をしてる。ずっと勉強してたから。あ、ずっと勉強してたから、はい、実際1年間やって言語と基礎情報以外に他にもなんか得られたことありました、はい、他者の価値観の違いを受け入れられるようになったのかなと思います。確かに日本で生活してたら、はい、日本人と接するわけだから、はい、そこの価値観ってイコールだよね。そうです。だから、はい、何も言わないでも時間守るとかあると思う、はいはい、インドネシアはやっぱ違うわけですね。そうですね、生まれてきた環境なり文化がお互いに違うので、はい、些細な出来事が起こってもあんまり人にイライラとかしなくなります、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあその休学終わりました、はい、インドネシア終わってもう一回復学してやるんですよね、はいはいはい、その期間他にも何かしてたんですか。院試があって、うん、で院試を受けてそのまま卒論を書いて。あ、そうなんですね、はい、でそのまま大学院に進学っていう感じ。なるほど。なんかインターンとかもしてなかったんですか。当時は留学前にインターンをすることがあって。あ、そうなんですね。それは日本の大手シンクタンクにゼミの先生の紹介でインターンを1年弱やらせてもらいました、ね、はい、あ、どうでしたシンクタンク。やっぱり面白いなと思ったし、知的な方々が揃っていて自分のやりたい研究対象なりを深めていく人がすごい多かったので。あ、なるほどね、はい、確かにシンクタンクで働かれてる方ってすごい研究に特化してたりだとか、はい、そういった情報もすごい持ってますよね。そうですね、はい、なるほど。沖田さんインターンしてた時って、はい、どちらかというとミクロよりもマクロみたいな視点が多かった、ね、はい、大きかったのかなってイメージ僕あるんですよね、はい、一方で休学してインドネシア行くじゃないですか、はい、その時ってすごいミクロのことを取られてたのかなって思ったんですけど、うん、はい、それ合ってます。いや、ミクロマクロというよりも、はい、もう少しシンクタンクってやっぱり現場よりももう少し政策側とか、まあ、そうですよね、まあ、上流側の物事を決めていくと思うんですけど、はい、留学している時とか、うん、大学院で研究している時ってもう少し下流側というか、うん、もう現場に近い側での勉強なり、うん、研究が多かったので、うんうん、そこは大きな違いかなと。なるほど。そういった経験も含めて、はい、高校までは興味なかったと、はい、海外も行ったことなかったし、はい、とはいえ大学1年で、はい、アジア行きました、はい、アジア行って海外面白いなと思って、そこからどん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 国際協力みたいなところに入り込んでいった感じなんで、はい、そうですね。なるほど、はい、ありがとうございます。次の動画では具体的にどういう大学院選択をしてそこで何してたのかみたいなところも含めてお聞きしたいなって、はい、分かりました。思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。